はい、ガルモ続きからです。いきます。まずとりあえずまだ、秋の司。この辺はまあ、いるよね、ずっとね。じゃあ、秋のいきますか。今日も朝からお疲れ様です。ただそのサングラス外したい。クールに見られるためには格好からアピールしようと思うんです。デンジャラスなんだぜ。部活に近寄ったらダメだ。今十分出てるわよ、それ。デンジャラスさんを演出するクールなパンツ。デンジャラスでクールなパンツってどういうこと？結構あるよ。デンジャラスでクールなパンツ。デンジャラスさか。デンジャラスさ。だからこんなの履いてる、履いてうろうろしてる人いたら嫌だなーみたいなのでいいんでしょ？これだね。絶対これでしょ。これ履いて歩いてる人結構デンジャラスだと思うのよ。はい。デンジャラスウーマンよ。はい。うわぁ。これはね、確かに近づいちゃダメだなって思うよね。なかなか。なかなか仲良くなれない感じはするけど。ほんと？ See you？ もうやべえな。いよいよ秋野もなんか聞くか。ねえ。このハートが増えるとさ、だんだんとやっぱりみんな奇抜になっていくのかなって思うよね。つかさもなんかずっといるね。なんかごめんね。相手してなくて。じゃあつかさ行く？バーベキューパーティーが好きなのよ。覚えてるか覚えてないかと言われれば覚えてない。あ、これなんか前言われてる子いたね。なんか、かわいそう。インナーをクールね。なんかもう当分でも入会行かなくてもね、行けると思うね、私。結構相手もある。待って、クールなインナーでしょ？ついに来たんじゃない？このさ、これを売りつける時が。この迷彩からキャミを売りつける時が来たのよ。行きましょう。ついに来たよ。これね、絶対誰にも売れないと思ったもん。いける。え、すごいな。本当？マジか。うわ、中に来てる。いいのか。不安だよね。絶対それ誰にも似合わないと思うもん。うわ、すごい。奇抜やな、なんか。バランス悪っ。え、待って。お客さんいないの？お客さんいない。新しくオープンしたファッション通販サイト見てみました？ノノタウンって、ゾゾタウンみたいだね。え、スマホでし、ほー。ちょっとやってみよう。やってみようかどう。ノノタウン。ほんとだ。仕入れできる。これは何だろう。でも、ん？買ったことあるやつとかが仕入れできるってことかな。そういうことなのかな。例えば猫猫動画って見てないよね。見る？思い出のステージなど見ることができます。なるほどね。はい。はい。え、待って、ケン君しかいない。やばくない？あ、何？何事？急になんか始まったわ。え、ライブ？ちょっとゆうたちゃん強そう。マジか。やだ、こんなアイドルやだ。痛い目にあってもめげない。それが私のモットーです。歌うのね、ちょっとカットするわよ。フライング、何？あ、もう読めない。シャイニーデイ？メネシ歌うわ、じゃあ。
これね、今私の耳には音楽流れてるけど、多分動画にするときには、多分ね、カットしてると思うのよ。やっぱ歌はいろいろ言われるんでね。あ、普通になってる。わ かんないわ、この歌。初めて聞くもんだって。てか、思ったのは、普通に歌入ってんだね。なんか、PV 見たときにさ、こう 歌うっていうのは知ってたけど、なんだろうね。例えられないわ、この曲。なんだろう。声優の曲って感じ。わ かりやすくないかな。なんか、若手女性声優みたいな。わーわーってずっと言ってんの、これ。わーわー、わーわー。よかった、一番だけで。長いわよ。そんなフルに歌われたら。なんかでもあんま好きじゃないわね。クールな曲は聴いてみたかったわ、だったら。クールな曲は聴きたかったね。てか、一日終わんの早。ライブ見たら一日終わったもん。うわぁ、使えるんだ、今の曲。絶対使わない。お、在庫上限数が増えました。それは、朗報ですな。新着メッセージがあります？メッセージって初めてじゃない？誰だろう。弥生からよ。店長さん、お礼にケーキをご馳走したいので、私の部屋へいらっしゃいませんか？お花屋さんでお待ちしています。なんでこの服なの？待って。あ、そっか。あれってライブ用の服だから。そっか。通常の服はダサいんだ。ダサいんだって言うとあれだけど。そっか。じゃあちょっと行きますか。ごめんね、歌カットして。いろいろ言われんのよ、歌は。メッセージ見たわよ。いつ交換したんだろう。どうしたの、その動き。でもケーキは嬉しいね。喜んで。ああ、嬉しいです。この建物の3階で、キイチさん。おう。じゃあ気にせんで、ゆっくりしてきや。いいなぁ。なんか自分家の下でバイトできるってすごい楽。おぉ！かわいい。もう下がってください。あなたも招待されたのね。ベニオさんかわいすぎ。どうぞ座ってください。狭い部屋だけど、遠慮なくつろいでちょうだい。何もありませんけど、これ召し上がってください。色やばくない？このケーキ私が作ったんです。チーズとバターとミルクたっぷりですよ。チーズとミルクとバターであの色なの？レッスンも乗り越えてデビュー曲も決まって、ちょっと失敗しちゃったけどイベント盛り上がりました。デビュー曲も何度トップ10に入りました。嘘、出来レースよ。 まだまだスターへの道は険しいです。これからもよろしくお願いします。え、デビューでいきなりトップ10なの？本当？逆に他のアーティストも気になるよね。どんなもんがいるんだろうみたいな。若ずっといるの？ いい加減やるわ。ずっといるもん。お久しぶり。前回何を買ったかは覚えてないわ。愛車がおもろでとうとうエアコン壊れちゃったんです。おかげでこの季節は寒いったらないです。車買った方がいいんじゃない？服買ってる場合じゃないわよ。暖かいけどクールなデザイン。暖かいけどクール。暖かいけどクール。でもね、この人の服装ってさ、この人の服装に合う？あー、でも色合いって言ったらこれかな。これ、色合い的にも合うと思う。今の若にね。ほら、ほぼ色同じでしょ？でも、あんまあったかそうな感じはしないな。あ、大丈夫？本当？好きなの？よかったです、好きなら。
とってもいいですね。気に入りました。クールな私にぴったりです。自分で言う？それが人に言われて初めてみたいな。あ、吉野だ、吉野。沙織は、沙織なんか救ってあげたいな。沙織救ってあげたい、服が。そうだ、前回緑が余ってるからって言って大評判だった、本当。マキエルおしゃれさんをテレビで特集してたんだ。帽子をかぶった美人。待って。そこに帽子追加するん？うわ、マジか。すごいな。一個しかない。あ、これしかない。クールな帽子、これだけ？買ってきてあげたい。けど、あえてこれで行ってみよう。ちょっと帽子買っとこう。なんかさ、あれっぽくない？なんか、なんて言ったらいいの？なんか、夕方再放送してるドラマに出てくる探偵みたいな。若い探偵みたいな。わかるかな？テレビで見た帽子そのもの？ほんと？やっぱそれドラマじゃない？うわ、マジか。なんか沙織がね、どんどん崩壊していく。あ、でも後ろから見た分は、あれかな。難しいね、なんか。お、イリス。イリス。はい、アクシデント、アクシデント。ピンポーンっていうのはアクシデント。ロングヘアになったんです。待って、前どんな髪型だった？前どんな髪型だったの？フェミニンで大人っぽい帽子？ないかもしれない。見つかりませんでした。なるほど。ちょっと買ってきましょう。仕入れてくる。ごめんね。帽子本当にね、買わないのよ、あんまり。フェミニン。フェミニンはここよ。なかなかね、帽子って。これしかないの？これダメだもんね。これどこで使うねん、これ。これちょっと入れとこう。これしかないけどいいのかな、フェミニンな帽子って。じゃあ行ってみようか。待って、リップ現れた。リップさんのメイク相談室だよ。メイクで困ってる人いませんか？メイクのことならどんなことでも私が無料で相談に。いや、怖いわ、そんなの道端で、その格好で。これ何をしてるのかって？枝見ればわかるでしょ？見てもわからない。そう、わかんないかな。そうか、それが原因かも。あ、いや、なんでもない、こっちの話。とにかく私がやっているのは無料メイク相談室。メイクのことで困ってる人に私が相談に乗ってあげるわけ。特技のメイクで人の役に立とうと思って始めたんだ。このね、この選択肢の片方が毎回ひどいんだよ。人の役に立ってる？それがまだ誰も相談に来てくれないんだよね。そりゃね。やっぱりお店とか構えないとダメなのかな？それはあると思う。でも家賃とか高いしな。頑張って。その態度が悪いんだよ。睨みつけてるから、ちょっと、ガン飛ばしちゃダメよ。ほら、ダメよっていう、ゆうたちゃんのポーズ今の。ダメよって。ゆりえさんは違うの今。今ね、待たせてる人。いた。イリス。前どんな髪だったっけ？全然覚えてない、本当に。
自分の動画を見直さないとわからないぐらいにわかんないわ。はい。おすすめっていうかもうこれしかないっていうね。あ、値段オーバーしてたもしかして。あ、予算オーバーしてた。予算見てなかったごめん。あ、でも買ってくれるありがとう。高いのよブランドがね、なかなかどうして値段が。バイバイ。かぶりはしないのよねやっぱね。はーい。いいね。でも結構順調。あー、え、シュ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 来たけど、店長さんこんばんは、シュシュでしゅ。うん、また迷ってんの？何度も言って、実は今つけてるピアスって隣町のお店で選んでもらったものなのでしゅ。とっても気に入ってるんでしょうが、もしかして店長さんならもっといいピアス選んでくれるんじゃないか。ピアス、うん、ヘアスタイルない？そんなピアス、ヘアスタイル、え、むずいこと言ってくんな。何？ヘアスタイル、ま、注文で探すできない。シュシュの髪型でしょ？ちょっと待って。ちょっと待って、ね、こうでしょ？ちょっと待って。シュシュの髪型に、なんかだから結局シュシュって髪を上げてるから、え、むずくないか。このつけてるかどうかわかんないやつよりも、私の勝手な感情よ、あの大きい目のアイテムの方が可愛いんじゃないかなって思うわけね。でも5000円なんだよ、さん。じゃあ大きいの無理じゃん。ぶっ飛び。今何つけてんの？それ見してほしいよね。これ可愛くない？可愛いけどな。これはないな。これはない。じゃあこれ？これ可愛くない？私はこれでいいと思う。なんか、あえて大きいのを見せつけるっていう。でも小さい方がいいのかな。あ！いけたいけた、よかったよかった。読んだ方がいい？さすが、おシュシュ名でしゅ。なんて素敵なピアスなんでしょう。本当？こっち来てくれる？久しぶりにこの街に来てみて、結構来てない？前来た時よりもおしゃれな人もお店も増えてて、その原因ってもしかして、まあ、そうかもしれないわね。何？大丈夫ですか？よし、決めました。私、この街でヘアサロンを開くことにします。やったー。やったね。街がもっとおしゃれになるところ。そういうわけで店長さん、これからよろしくお願いします。よろしく。私も行くわ。気が向いたら。いい感じ、いい感じ。うまく選べてよかったわ。うん、月子さ、また冬にゃんがいる。冬にゃん。月子さ、待って、月子をクリアする方法、誰か助けて。スカーフって何？注文で探すできんしね。これやん、スカーフって。この辺でしょ？この辺のやつはこの子嫌いって言うから。で、なんかもうこの辺はマフラーだから違うし、ストールも違う。これしかないのよ、だからもう。これがダメならもう、ちょっと。これが欲しかったの？
これが欲しかったの？そう言ってよ。そうなんだ。もう月凍ったら悩ませるんだから。暖かいかな、それ。ほんと？不思議。おしゃれは魔法ですから。でもあるよね。気分良くなったら、なんか体調悪いのなくなったみたいなのあるよね。あるある。あるあるだわ。バイバイ。あ、中部どうした？月子様。あ、何？新しい人いる。神楽だって。あるよって言ってきそうじゃない？なんかね、あの人に似てる。あのね、わかるかな。あれあれ、あのウォーキングデッドのあのアンドレアに似てない？ちょっとわかるかな。さすがに画像入れないけど、ウォーキングデッドのは似てるって。うん、何欲しいの？白いアウターね。ごめんごめん。この人さ、大人タイプでしょ？これじゃない？やっぱり。なんかもうこの人おしゃれにしてあげたいな。なんか、見た目が似てるから、絶対似合うと思う。あ。中だな。中変えましょう。あ、その動きはちょっと似合わないわ。まあでもよかったわ。このアイテムを買っておいてよかった。はい。バイバイ。似てるって、絶対似てる。ちょっとね、あれよ、ゆうたちゃんは今きっとあれなのよ。ウォーキングとにハマってるのよ。終わりかな？一通りお客さんの波は。店長、僕のつける帳簿によりますと、店長接客 大満足つけたお客さんの専属記録は6回です。少ないですね。ちょっとバカにしてるんでしょ、ケン君。どういうつもりなの？僕にでも行くところないんだよな。ライブハウスとか行ってもさ、お音ねいた。この前、ついにやっとライブハウスができた。それにガクトも仲直りできた。これで何もかも解決、見えたし。言いたいところなんだけど、これからどうしたらいいんだろう。ライブすることがいないの？あ、そっか、運営しなきゃいけないもんね。大丈夫だよ、音ね。きっと何もかもうまくいく。そうだね。うん。頑張れ。うん。頑張ってほしいね。フラワーショップとか行ってみる？この間でも買ったからな。特になんか新しいものはないよね。これといった新しいものはないみたいね。そのインテリアをさ、売ってくれるお店とか欲しいよね、そろそろ。うん。なんか。あ、ミワ来てる。あとミカ。ミワとミカ。どっちにしよっかな。じゃあミワにする。あのね、メイクの勉強始めたの？じゃあミア、とりあえずリップのところ行こう。すごいってメイク。バリバリすぎて。え？メイクに似合うクールなコーデ？そうなの？メイクに似合うクールなコーデね。なんかだってメイクど、あ、ちょっと表現が悪いよね。どぎついじゃない？だから、あんまり、そのなんか地味めなコーデは違うなと思うのよ、この子は。派手めなコーデの方が、なんか似合うと思うから。あ、これ似合いそうじゃない？この子。うん、似合いそう。派手な色。派手じゃない？それおばさんの色。あ、これ良くない？寒そうだけど。
あ、これ、うん、これいいかもね。これいいかもしれない。これ着せとこう。で、いらんな。いらん。足が難しいわね。まあでもこれでいっか。これで、ピアスを、とりあえずつけて、バッグいらない。バッグいらない。これで。やっぱこう、メイクが派手だから、服は、なんかそんなに、まあでも、十分派手よね、服もね。よかった。ほんと？大丈夫？無理してない？なんだろうな、私このさ、メイク似合ってるよね、やっぱそうだよね。なんか着せてから後悔するんだよね。なんでこれにしたんだろう、みたいな。なんでこれにしたんだろう。着せるまではね、結構似合いそうと思うんだけど、実際着てもらうとね、全然似合ってないのよね。若子、ずっといるね。久しぶり。ロックコーデ。うん。ロックコーデね、任せて。ロックは大丈夫よ。あ、全身なの？みんな全身ね。みんな全身が好きなのね。ロックコーデ。ロックコーデ。じゃあ、この人赤だから、赤系でいくわよ。わ、すごい。待って、強そう。これにしたい。このスカート使いたい。あ、でもこっちもあり？この人パンツタイプだもんね。うわー、使いてー、これ。うまくこのアイテムを使いたい。けど、むずい。この、あー、でもこれ結構。ってなると中が赤なの変なんだよ。あー、こっちの方がぽい。これやな。みんないいや、いらない。靴でね、これやな。これにして、で、ブレスレットはつけてもわかんないしな。あ、赤いカバンないんだ。ショック。あ、これでいいよ。なんか同化するもん、同化現象。で、なんかバリバリって感じやな。うん、バリバリですよ。この帽子何なんだろうね。この帽子ない方が多分。あ、でもあってもいいか。髪型的に帽子つけても違和感はなさそうだよね。じゃあこれでいきます？高いよ、結構。6万いってるけど。大丈夫？似合うかな？あ。あー、まあでも、あ、うん。うん、うん、うん、おおうって感じ。まあ、まあ、いいんじゃないかな。なんかでも、なんだろうな、あの、その帽子をかぶせたせいでさ、その青色の部分、髪がしか出てこなくなっちゃったから、なんか違うなみたいな。うん、なんか違うわ。一日終わりましたね。なんか一日ごと動画にしてる感じよね。なんかね、今日は結構売り上げたね、でもね、14万ってね。よし。
メッセージがありますぞ。誰？シュシュだ。シュシュのヘアサロン本日開店です。よかったら遊びに来てください。早くない？前回さ、決めてさ、もう、じゃあ一応行くだけ行きましょうか。行って終わりましょう。で、カリバゴも後回しでいいです。シュシュの、シュシュ、あったヘアサロン。あー、でもこの内装1日で終わったの？すごくない？なんかいる。なんかいるんですけど。ルイコどうした？待って、ルイコってさ、何があったの？奥さんの髪型どうしても決められなくて。え、リンダさんにしたいんでしょ？うん。そうだよね、リンダさんにしたいんだもんね。髪型をガラッと変えちゃったんです。ほん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 。なるほど、なるほど、なるほど。え、じゃあ、どんな髪型？うん。これが通常リンダね。で、新しいリンダはどれ？え、これリンダなの？音音じゃない？音音じゃん。え？新作の方は砂漠の地下要塞が舞台で、あ、そうなの？ワイルドで行きましょうか。つまり、アシメパンクでしょか。ええー、面白い。いける？このカメラアングル面白い。このアングル、うお、びっくりした。え、こっちで選べるの？え、待って、だってリンダこれだったって。待って、アシメパンクって何？ごめんなさいってなんだよ。これでいいんじゃないの？リンダ黒だったよね。え、リンダっぽくなったって。かなりリンダっぽいよ。え、てか可愛くなりすぎやろ、元からしたら。待って、何？パンクって何？短い方がいいってこと？え、どんな髪型だったっけ？これ？これもう完全にじゃない？なってくるとさ、はい。これでも完全に2枚目の写真と同じよ。変わってしまったわ。あー、でもまあこれを何だろう、サングラスつけるとルイコだなと思う。本当、リンダさんみたいになれた、よかったね。楽しいね、髪型もいじれるの。ルタちゃんも店員さんみたいになってるよ。開店第1号のお客さんに喜んでもらえてよかった。まあね。まあいいよ、別に。楽しいからいいよ、髪。こっち任せて。楽しい。じゃあ今回はこんなもんで終わりたいと思います。楽しい。楽しくなってきましたな。いろいろできることが増えてきたから。うん。じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。